立花明人は、筑後国や長和藩の第四代藩主。第三代藩主、立花明虎の次男。母は、是々藩主家一族、本田康安長の娘、新公院。性質は、池田綱政の娘。意味名は、官人のほか、宗政、菅春、菅常を一時期名乗っていた。幼名は、大輔、勝千代。天那三年に月七日、江戸にて生まれる。 長径が創生していたため、元禄九年七月に父が隠居する家督を継いだ。翌元1十年、叔父の立花正し明に五宣国を分与している。帝明を信頼しており、エドルス教約に帝、明の意見を仰ぐように指示を出している。また、同年、別行御茶屋集計帝が完成する。これは、現在の立花帝お花の前身である。 元六十六年、江戸大地震による不審手伝いを命じられた。その後も朝鮮通信使の敬語役を務めたほか、田尻相場を登用して、柳川城の修築、石垣武神などで手腕を見せた。教法六年五月十三日、柳川にて三十九歳で死去。装置は、霊明寺。実施の勝千代が早死にして、死死なく、末期王子の清史家が後を継いだ。 以下は、官人より一時配慮を受けた家臣。官人は戦術の通り意味なお、宗政、菅春、菅次、総将と名乗った時期がある。菅春時代、ありがとうございます。